あら、意外といい男に仕上がってるわね。お母さん見直したわよ。うんうん、孫にも衣装とはこのことだな。おや、まさかもう孫の顔を見せてくれるのか。あらま、今から孫貯金しておかなくちゃ。いってらっしゃい。とっても綺麗になっていると思うわよ。私たちは後でゆっくり挨拶させてもらうとするか。どうぞ。どうしたの？ポカンとしちゃって。そうかな、似合ってるかな。ありがとう。よかった。一番綺麗な格好でお嫁さんになりたいから。マリカ、入るわよ。あ、お母さん。ほら、お父さん。照れてないでマリカの晴れ姿を見ましょうよ。綺麗なの。ありがとうございます。お父さんもそう思うでしょ。似合っているな。凌介くん、あなたもとってもかっこいいわよ。お父さんもそう思うでしょ。まあ、なんだ、その立派だぞ、凌介。緊張しないでね。じゃあ私たちご挨拶をしてくるから、さあお父さん、行きましょう。ああ。そうそう、お友達が来ていたわよ。そのうちこっちに来ると思うわ。久しぶり。いやー、お二人の仲はいつもライムで聞いてたわよ。プロポーズされた後なんて、マリカなんて言ってたと思う？ま、それは。じゃあそれは内緒。でもとっても喜んでいたの。私も自分のことのように嬉しかったわ。今日はカメラマンとして記念の一枚をバンバン撮るからね。思い出は任せておいて。いいのよ。っていうか、じっと席に座ってるの性に合わないし、多分写真撮りたくてうずうずしちゃうわ。任せときなさい。人生の門出のこの素晴らしい日を最高の写真に残してあげるから。頼もしいな。あ、そうそう、みんな集まってるわよ。こんにちは、お二人とも。本日はご招待いただきましてありがとうございます。
おめでとう。へえ、すっごく可愛いね。私たちも早くドレスに着替えなきゃね。会場もとても雰囲気があるわね。みんな来てくれてありがとう。おいおい、誰か忘れちゃいないか？よ、久しぶりだな。まあな、小遣い15,000円の俺にはなかなか痛い出費だったが、これもお前の結婚を祝うためだ。しかし、同じ痛みをお前も味わう番だぞ。ちなみに、涼介のお小遣いはいくらになるんだ？あんまりそこまで考えてなかったかな。うち共働きだし、生活費と貯金を分けたら、あとは好きに使っていいよ。くぅ、当てつけやがって。でもそう言っていられるのも子供ができるまでだ。カノンちゃん、おめでとう。わ、わあ、かわいい。カノンでーす。のんちゃんって呼んでね。絶対、いい式になるね。新郎、涼介。あなたは新婦、マリカと結婚し、妻としようとしています。あなたは心からこの妻を愛することを誓いますか？その健やかなる時も、やめる時も、止める時も、貧しき時も、命の日の続く限り、固く愛を守ることを誓いますか？新婦、マリカ。あなたは新郎、涼介と結婚し、夫としようとしています。あなたは心からこの夫を愛することを誓いますか？はい。その健やかなる時も、やめる時も、止める時も、貧しき時も、命の日の続く限り、固く愛を守ることを誓いますか？誓います。私、マリカは、ここにいる涼介を夫とし、愛し、敬います。辞める時も、健やかなる時も、
褒める時も貧しき時もこの命が続く限り固く愛を誓います。誓いのキスを。それは私の言葉だよ。嬉しいよ。それでは最後に神父から神父の両親へ感謝の手紙を読んでいただきます。はい。マリカ、しっかりな。読めなくなるぐらい泣いちゃダメよ。大丈夫だよ。お父さん、お母さんへ。今日、この日を迎えることができて、感謝の気持ちでいっぱいです。こんなにもたくさんの方々に祝福していただけて、喜びをかみしめています。私の名前には、花という文字が入っています。出産予定日が、ちょうど桜の季節だったので、だからこの字を入れたのだそうです。病院には大きな桜の木があり、私が生まれたら満開の花びらを見せたかったと、そう聞きました。ですが、私は予定よりも1ヶ月早く生まれてきてしまい、桜を見ることは叶いませんでした。思えばその頃から、私はお父さんとお母さんの期待に、答えられない子だったように思います。私は幼い頃から喘息を抱えており、そのせいで随分迷惑をかけました。小さな頃、発作を繰り返していた私を、お母さんは寝ずに看病してくれました。お父さんは少しでも環境が良くなればと、当時住んでいた町を離れて、この塩薙市への引っ越しを決めてくれました。私は辛くて、苦しくて、泣いているばかりでしたが、そんな私を、お父さんとお母さんは、大きな愛情で包み込んで、守ってくれました。喘息で苦しかったけれど、お父さんやお母さんと触れ合っている時は、とても幸せな時間でした。お父さんはいつもお仕事で忙しかったけれど、日曜日は必ずお休みにして、私といてくれましたね。私の好きな絵本をたくさん買ってきて、読み聞かせてくれましたね。疲れてしまって、読みながら寝てしまうこともあったけれど、そんな時間が何より大切でした。お母さんはいつも私の体のことを考えてくれましたね。食事療法のことを一生懸命調べて、少しでも私の体調が良くなるようにと、美味しくて体にいい料理をいっぱい作ってくれましたね。私が喘息を改善したくて水泳教室に通いたいと言った時も、塩薙中のスイミングスクールを探して、一番病気に理解のあるスクールを探してくれましたね。お父さんとお母さんの支えがあったからこそ、私は今こうして幸せな日を迎えることができました。お父さん、私は素直になれなくて、いつも反発してしまってごめんなさい。でも私はお父さんの大きさをき
っと誰よりも分かっていたよ。私のことを一番に考えて助けてくれていたこと、本当に感謝しています。毎日お仕事で疲れているけれど、どうか無理はしないで、ずっとずっと元気でいてね。それとお酒は控えめにね。お母さん、いつも私の悩みを聞いてくれて、理解してくれてありがとう。まるで友達のように何でも話し合えるお母さんがいないとくじけてしまっていました。いつものんびりしているお母さんだけど、誰よりも強い心を持った女性です。私もいつかお母さんのような素敵な女性になりたいと、そう思っています。またお料理のこと聞きに行くね。私の心はお父さんとお母さんの愛情でできています。辛いことも苦しいことも泣きたいこともあったけれど、私はずっと幸せでした。お父さんとお母さんの子供として生まれることができて幸せでした。お父さん、お母さん、私を産んでくれてありがとう。お父さん、お母さん、私を育ててくれてありがとう。今日、私はお嫁に行きます。お父さんとお母さんが私にくれたいっぱいの愛情を胸に、新しい家庭を築いていきます。お父さんとお母さんが私にくれたこのたくさんの愛を、夫である涼介や、そしてこれから生まれてくるであろう子供たちに注いでいこうと思います。お父さんとお母さんが伝えてくれた愛情、幸せな気持ちを、今度は私がたくさんの人たちに伝えていきます。だから旅立つ私をどうか見守っていてください。マリカより、大好きなお父さんとお母さんへ。お父さん、お母さん、大好きな人と幸せになるね。ちょっとね。でも楽しかったな。ずっと着ていたいぐらいだよ。そうだよ、いっぱい綺麗って言ってもらえたし、私多分一生分綺麗って言われたんじゃないかな。あ、嬉しいな。ぜひよろしくお願いします。真顔で言われると恥ずかしいな。結構酔ってるでしょう。お疲れ様。
しみだな。そうだね、もうちょっと浸っていたいよ。手紙を読んだじゃない？ああ、ありがとう。それでね、実はもう一通書いたんだ。涼介への手紙。新婦から新郎への手紙ってところかな。普段面と向かって言えないことがあるから、だからこの機会に伝えたいなって思って、いいかな。うん、じゃあ涼介へ。あなたと出会ったのは小学生の頃で、あれからもう十数年になります。初めて出会った時のことは、実はあまり強く覚えていません。あの時は喘息で苦しかったし、頑張って看病してくれた男の子がいたのは覚えているけれど、そんなにはっきりとは記憶していませんでした。でも、日を追うごとにその存在は大きくなっていきました。あなたが引っ越して、離れ離れになったこともありましたが、その後もずっと私の中にはいつもあなたがいました。また再会した時のあなたの笑顔、初めて好きだと言ってくれた時の真剣な顔、夢に向かっている時のキラキラした顔、お仕事に打ち込んでいる時の真面目な顔、プロポーズしてくれた時の緊張した顔。どれも私が大好きなあなたの顔で、きっと一生忘れません。私はあなたのような優しくてかっこいい人のお嫁さんになれて本当に幸せです。結婚生活の中では大変なこともあると思うけれど、それでも私はずっとずっとあなたのことが好きです。いつかあなたの子供を産んで世界一幸せな家庭を作りたいと、そう願っています。まだまだ至らない私ですが、少しでもあなたの力になれるように一生懸命頑張ります。ずっとずっとあなたと笑顔を重ねていきたいです。私を愛してくれてありがとう。世界で一番大好きな涼介、マリカより